試合始まって約1週間ぐらい経ってからダブルス始まったんで、こんなにあの後からになるとは思わなかったんですけど、でも楽しい試合ができましたので、まあなんだろう、お互いにちょっと個人戦シングルスはあんまり、あんまりなんかそのよかったのか良くなかったのかちょっと自己判断になるんですけど、まあ、でも結果自体はそこまでで、お互いにちょっと落ち込んでる部分はあったと思うんですけど、でもやっぱ早田選手 この切り替えの速さっていうか、がやっぱ今日すごく感じて、早田選手も昨日やってるって、私は一昨日やってて、まあ、まだこれなんでまだこれっていうか、ちょっとずつよくはなってるんですけど、やっぱ早田選手は昨日やったりして試合してて、やっぱ疲れも絶対あるし、夜ミックスダブルスもしてて疲れもあると思うんですけど、やっぱ今早田選手がこう元気、だったので、自分自身もやっぱりちょっと元気になりました。元気もらえた、今の顔を見て元気になりましたなんかあんまりこう朝もあんまりそんなに調子良くて、調子って体の調子があんまり良くなくて、結構なんだろう、なんか貧血気味だったりとかまあまあしてて、頭も今そんなになんかちょっと痛いんですけど、ちょっとずつあるんですけど、でも試合は楽しかったです。ダブルスを楽しんで、早田選手とのバックアップの結果とお互いに、まあ、試合の中でこうやって笑えるとか話せるって早田選手だからこそだと思っているので、やっぱこういう、なんだろう、楽しいっていう、なんか頭っていうか想像というか、このありなんていうんだろう、ずっとやっぱあると、やっぱ練習もすごく楽しくなるし、そういうところでやっぱ自分の中でもプラスに絶対なっていくので、こういうものをところをプラスにプラスにという感じで、少しずつでもやっぱプラスに強くなっていけるようにしたいですね。